そのドズルシャランドって24時閉園じゃないですか。はい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 。これどうなるんですか。僕たち24時までラジオしていいんですかね。あ、どうなんだろう。プッて消えるのかな。いきなり思い出されたいや、なんか蛍の光が流れるみたいな噂もありましたけど。え、どうなんだろう。わかんない。え、知ってます、ボンさん、このちょっとドズルシャランドの話していいですか。はいはいはい、お願いします。あ、なんか、え、なに、あと、え、閉店間際、え、なんか変な音楽流れてる。花火の音が。あ、花火だ。花火上がってる、花火上がってる、花火上がってる。閉園の花火だ。すげえ。なんだこれ。あ、いや、なにこれ。いいな、閉園で花火流れる。すげえ。え、ボンさん、この釣りシステム知ってます。え、知らない。何が、どうしたの。釣り、これ、うん、いや、僕今回のドズルシャランドいろいろ素敵なアトラクションあるんですけど、釣りだけちょっともう自信作で、はい、あの釣り、まずあの激レアなんですよ、アイテムが。らしいですね、本当に釣れないって言ってた。そう、僕たちのこの激レアアイテムいろいろあるんですけど、うん、そう、オラくんのこの雪だるまくんとか、うん、で釣れるんで激レアも毎日変わるんですよね。毎日、日によって、だから今日しか釣れないんですよ、この雪だるまくんとか。はい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 。かつ、そのかなり確率低いんですね。で、このテントの後ろにいるこの闇商人オジーに話しかけると、オジーいる、生たら1スタックで、あのドズルロットっていう、そのドズルロット、ドズルロットっていう、そのいい釣り竿と交換してくれるんですよ。はい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 。だから、そのいいアイテムが欲しかったら、まずタラを1スタック釣って、はいはいはい、このオジーといいやつを交換して釣るっていう。あ、そういうことできるんだ。そうそうそう。かつ、諦めなければ、そう、かつ、うん、かつ55タイムっていうのがあって、55タイム、なんですか。毎時55分になると、うんうん、あの釣りの確率が、確変が起きて、うん、いいのが釣れやすくなるんですよ、うん、55タイム、55タイム。だから、その、うん、ベストムーブとしては、そのいいドズルロットを55タイムの時に使って激レアを釣るっていう。はいはいはい。そういうのもできるんだ。55タイム、やべえ。55チャンス。55分なったら始まる。毎時55分になると55タイム始まる。だから、あと2分で多分55タイム始まるはず。いや、めっちゃ釣り人が増えた。そうそうそう。だから、みんな今ね、あの、だからドズルロット修繕ついてないから、あの55タイムの時に使うのが一番効率がいい。なるほどね。うん、ドズルロット1スタックタラ釣るのも大変だからね。大変、確かに確かに確かに。タラ以外も釣れるんでしょ。もちろん普通に釣れますよ、うん、大変だ。いや、だから、それタラをサウナで焼くやつが現れて、プレオープンのいや、それは良くない。プレオープンの時にサウナでタラ焼き始めたやつがいるから、それは最低だわ。そんな、だからタラを交易に使うことによって、やだよ実際だってね、サウナでタラ焼かれてたら最悪でしょ。だから、それを防止してます今、うん。ちなみに、このドズル人形とかボンジュール人形は本人からもらわないとゲットできないです。あ、そうなんだ。そう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 、アスレチックでもゲットできるんですけど、ワールドまたいじゃうんで。ああ、ここで使えないのか。ここでしか渡せない。はいはーい、どうぞどうぞ。これで配るよ。はーい。バカめ、それはフグだ何ボンさん、視聴者さん釣ってるんですかあ、すごい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 、ほらほらほら。あー、やばいやばいやばい。これは、あ、ホタルの光流れ始めた。ポップなホタルだ。ポップなホタルの光流れてるな。ペンギンが両手にビールで見てる、あいつ。あ、赤ん坊のくせに。赤ん坊飲んじゃダメだぞ。ビールグビグビじゃないのよ。あげよう、あげよう、あげよう。いいな。はーい。いいな。全員行った？めっちゃ配ったよ。めっちゃ配った。ちゃんと配ってね、みんな。おお、いなくなった、一気に。おお。え？一気にいなくなったんだけど。人が。幻だったみたいな。これは全部夢でした。これは全部夢でしたみたいな。夢でしたみたいな。いなくなったんだけど。急に寂しい感じになった。寂しい。スタッフしかおらんやん。はい、ということで、じゃあ今日は。ドズルシャランド、ドズボンラジオ in
ドズルシャランドで、お送りいたしましたが、まあ、無事閉園ということで、大盛況で終わることにできました。ありがとうございます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 。はい、まあ、ちょっとね、改めて僕たちもやっぱ新鮮でしたし、うん、今回ね、このランドに来れないよっていう人も、いると思いますが、たくさん3000人以上もね、ミルダムでラジオ聞いてくれて、いつも本当に応援してくれてる人、こう改めて、多いなと。ありがたいなと、感じ入れた一日でございました。じゃあ本日の、ドズボンラジオこんな感じで終わりたいと思います。また次の放送でお会いいたしましょう。いい夢見ろよ。アディオス。改造ファンカーゴ。廃車になりました。